ヨウダケパイセン。私たちはここに誓います。あと片道のチケットで帰りはまたもらえるので、はい、未熟児で生まれたんですよ、久しぶりは、うん。ね、2230やったかね、土地10日になるまで保育期か、保育期、うんうん、久しだけずっとで、あの母乳を絞って朝マラソンがてら病院に走って2キロぐらいかね、うんうん、運んでたりしてましたね。もうなんかですね、あの男の子2人 の、 あの3番目でしたので、ちっちゃかったんですけどね、2950g で、うん、生まれたんですけど、まあでも本当に元気に育ちましたね。いつの間にか大きくなって。だから反抗期で、あの扱いにくかったとかもないんですよ、今からですかね。本当に元気が、ね、あるんですけど、そんなに一生懸命してってあの言ってたんですけど、今しかできないことをあの今頑張るんだって言って、そういう気持ちでずっと来てましたね。その南極に行くっていうのもですよ、あのめったにないですよね、その体験を聞ける、楽しいですかね。なんか自分のできないことをしてくれてるっていうのはすごく嬉しいです。遠路はるばる本当にこの島まで来ていただいて、今回の結婚式の新郎新婦の大岩根久志とゆかりです、よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。結婚もどうなるかなと思ってたんですけどね、男の人でも連れてくるかなって私は思ったりしたけど、二人でもろてあげて万歳って言ってます。もう登山いいよって、特にも反対もないませんよって、うん、反対は考える通りにやればいいの、いいんじゃないのというのは言ったと思う、うん、でそれがね、ちょっと失敗だよ。なんで？もう全然知らないところで全部進んでいくわけよ。手伝いするところがねえわけだ。結婚式だよ、今回も寂しい。ちょっとやっぱ寂しいと思う。来て早々いろいろ準備を手伝いいただいて本当にありがとうございます。では乾杯しましょう。乾杯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 。です。美味しくいただいてます。イエーイ。確かに。いいね、ありがとうございます。下に備えていっぱい食べます。はい。
風が心配それだけ7メートルもうちょい吹くなら10メートルぐらい。うわ、地区の皆様へ連絡いたします。本日大岩根久志さん、ゆかりさんの結婚式が行われます。これから幸せになりなさい、そんなありったけの思いを込めて、お母様に今羽生自宅の結びを整えていただきました。どこまでも続くこの空を、果てしない海の向こうを、これまで手塩にかけて大切に育んできた娘ゆかりさんを、これからの人生を共に歩んでいく久志さんに、硫黄岳の前で、皆様の前で託していただきます。そして必ず幸せにします。そんな思いを込めて今がっちりとハグを交わしていただきました。あの景色をなぜか忘れられずに、ありがとう。拍手していただける方は大きな拍手でお知らせくださいね。ようだけバイさん、私たちはバイセンのようにたくましく美しい夫婦になることをここに誓います。僕はそのその行くよ、僕はそのその行くよ。超楽しかったマジで最高でした。最高。来てくれたみんなもだし、あの島民の皆さんも本当に自分たちで動いていただいて、想像以上のあの想像以上のことを作ってくれたので、本当それに感謝してます。初めて会った人も初めてじゃない方も、今日の出会いに乾杯。できないんですよね、本人がすることが何をやるのか。これから今日もう今まで通りでいいと思うし、本人の生き方次第ですよね。私たちがとやかく言うことじゃないですよね。まあ二人で幸せになってね、うん、それぐらいのもんでしょうね、うん、普通はな、お父さんお母さんお世話になりましたち指をついて挨拶ぐらい来いよお前は、寂しいよ。いやいや冗談だけど、まあ二人で努力していい家庭を作ってください。お父さんの願い。以上。
皆さん本当にありがとうございました。また用事まで会いましょう。使えんのかこれ。使えんのかこれ。使わなくて大丈夫ですか。